そういえばこのシリーズの目標のことをすっかり忘れていました。さて剣謀。実際にはしっかりとしたものは決めていませんが、クリエイトの進捗達成をとりあえずの目標にしていたのを忘れていました。けど結構進捗は進んでるな。いろんな機械を使おうと思っていますから、その道すがらでちょくちょく達成されていたのかもしれません。でも進捗の進み具合がまばらなのはいかがかと思いましたので、今回は最初にちょっとだけ進捗を進めてみようと思います。まずはこれ、ブームアーティスティック、名前からして装飾ブロックのようですね。木材と棒、安山岩の合金で木材のブラケットを作りました。現実でいうところのこれですね。これでシャフトや歯車を装飾せよという進捗のようです。何これは、なんかハンコみたいなものつきましたけども、これでどうやって装飾すればいいのか。今のところただの板がくっついてるだけだな。いや、もしかしてブロックに染色できるとか。違いますね。説明を見ても装飾品としか書いてないから、そんなに必要なアイテムでもないかも。歯車にも使ってみた。お、これはいい見た目してんじゃん。歯車に使う分にはありかもな。液体パイプにも使えるそうなので使ってみた。おう、これはどうなんだ？独特な見た目してますね。それ食レポで美味しくない時に使う決まり文句じゃん。でもこれで進捗は達成しました。しかし今後は使うことはないでしょう。シュワッチ、どうも、ウク主だよ。本編では霊夢とマリサがブラケットのことをあんまりよく言ってなかったから、本来の使い方を紹介するよ。このブラケットは例えばシャフトが壁に沿ってる時に、こうやって設置して、壁と繋がっている感を出すための装飾ブロックだよ。つまり完全な見た目ブロック、効果はないけど建築する時とかは使われるかも。こうして見ればわかりやすいかな。自然に空中に浮いていたシャフトが壁に繋がったね。まあこのチャンネルはあんまり建築とかしないから今後は使うことはなさそうかな。ただ木じゃなくて鉄で作ったものに関してはちょっとオシャレだから今後使うかも。以上、ブラケットの使い道でした。じゅわ。次の新曲は、これかな？クルッポークロック、ハト時計か。どうやら寝る時間をお知らせしてくれるみたいです。時計を作って。完成、ハト時計、ハイドン、すごく。時計です。これはどこから動力を入れるのかな？あ、後ろみたいですね。ボラギノールだな。鳩時計は家につけたいので、家にシャフトを伸ばします。今回は鉱石バイカから動力を拝借。鳩時計はそんなに SU 使わんやろ。ハイドン。お、時計の針が動いてる。こんなところまで動くのか。正直時間になって泣くだけかと。後ろのシャフトはケースで隠しちゃいましょうね。そして時間になると。いや、豚が出てきましたけども、鳩と言いつつ鳩以外も出てくる。それがクリエイトクオリティ。今回は豚が出てきましたが、他には何が出てくるんでしょうか。今後に期待。それじゃ次にこれ、エアリアルアブダクション。空中浮遊ですね。扇風機を使ってアイテムを浮かせるのかな？扇風機、アイテムを浮かせたりできるのか。この動画はご覧の提供でお送りしています。いや、確かにすごい風使ってますけども。なんとプレイヤーも浮く強風仕様。こんなでかいプレイヤーを浮かせるなんて、肌が一瞬で乾燥しそうな強風だ。そこ？この風はプレイヤーも浮かせるので、もちろんアイテムも浮かせます。アイテムはプレイヤーよりも軽いのでより高くに飛んでいきます。プレイヤーよりも軽いというかプレイヤーが重いというか、あれ？これでも進捗進みませんね。と思って説明見てたらシュートが必要な模様。これ動画でもちょくちょく出てきたけどさ、何これ？これはバニラでいうところのホッパーに当たるアイテムです。仕組みはおいおい説明するとして、今回はその機能の一つ、送風システムを使います。なんとこのシュート、上に上がっていく風を中に通せばアイテムを上に持っていけるという、アイテム輸送で大活躍しそうなブロックになります。今のクリーパーだったよね。風を上に吹かせたシュートにアイテムを入れてみると。ま、こんな感じですね。おお、アイテムが下から上に上がっていきます。さて、これで進捗は解除されたか。やっぱ進捗解除はプレイしてる途中にたまたま達成するのが楽しいよね。お、そうだな。これにて進捗の進め、終了。あれこれ鳩時計作っただけ。安山岩が足りない。どうしたんだ急に。安山岩が足りないんです。クリエイトは鉄と安山岩を大量に使う関係で、その二つは枯渇しがちなんですが、鉄は無限化できて潤沢にある。でも安山岩はどうか。いや、しかに行けばたくさんあるだろ。いいな、もしかしたらこの世界の安山岩を全て使い切ってしまうかもしれない。それは絶対にない。そして何よりこちら。
なんと安山岩を火打ち石と砂利と溶岩で作成できるレシピがあるのです。これはクリエイトから自動化しろと言っているようなものですよ。まあ確かに。ということで今回からスーパートにかけて安山岩自動化装置を作ろうと思います。いやまさかのスーパートかけての作成。この世界はもう鉄よりも安山岩の価値の方が高いのです。それを作ろうとしているのだから作業工程が増えるのは当然です。さて安山岩を作るのに必要なものは砂利と火打ち石と溶岩。火打ち石と溶岩は鉄無限生成の時にすでに無限に作りましたが、なんなら火打ち石は捨ててるまである。問題は溶岩です。一応溶岩は適当な石を溶かして作成できるんですが、問題はこちらブレイズケーキです。これをブレイズに食べさせて高温にして、その熱で石を溶かして溶岩にするというのが作成の流れなんですが、このケーキがくせ者でして、まず溶岩が材料になります。溶岩を作るために溶岩を使うのか。そしてブレイズケーキの元であるブレイズケーキベース、材料に卵と砂糖とこのなんか赤い粉が必要になります。これはネザーラックを粉砕ホイールにぶち込んで作るものなんですが、現在ネザーラックを自動で作るシステムは作れません。つまりネザーラックは自分の手で掘らないといけないということです。全自動化じゃないじゃん。そう、安山岩を作るにはほぼ全自動という日本語として正しいのか疑問が残る表現をしなければいけないのです。まあ言い換えればネザーラックを安山岩に変換できるとも言えます。あ、なんかそう考えたらありかもしれんな。ということで安山岩作成ほぼ自動化ライン建築開始。それに先駆け、こちらの土地を綺麗さっぱり平らにしました。結構広いな。この土地を使って安山岩自動作成ラインを作じゃなくて、ほぼ自動化作成ラインを作りましょう。今回は砂糖を自動で作るラインを作成します。あ、そうだ。今回の安山岩作成ライン、何してるかをわかりやすくするために、安山岩作成チャートを作っておきました。今回はこの部分をやります。あれ、これだけか。まあゆっくりやりましょうや。砂糖は砂糖キビを粉砕して作成します。メカニカルクラフトで粉砕ではなくクラフトで砂糖キビを作成することもできますが、粉砕の方が倍以上手に入るので今回はそちらを採用します。ということでまずは簡単にサトウキビ畑を作成。サトウキビ足りてませんが。そして小麦畑作成の時にも使ったライナーシャーシを使って自動収穫していきます。こんな感じですね。そしてこのシャーシを動かすために今回は拡張ピストンを使用します。おお、やっと自動化に組み込まれるのか。伸び縮みしてほしいのでギアシフトもセット。今回はこのギアシフトが肝になります。簡単な風車を作って動かしてみた。おっそ、いや、え、おっそ、いや、そんなに言わなくても風車は RPM が低いからね。仕方ないね。今回は回収さえしてくれればよくて、速度はあんまり必要ないので、まあこれくらいでいいかな。あ、でも収穫したサトウキビが落ちちゃってるので、チェストを接着剤でくっつけておきましょう。これだけで収穫したアイテムがチェストの中に入ります。接着剤がポイントだな。さてここからはレッドストーンのお時間ですが、できるだけわかりやすいように説明するので最後まで見ていってね。今回したい工程はピストンがサトウキビ畑の端まで伸びきった時にギアシフトへのレッドストーン信号を切ってこっちに戻ってくるようにするです。今のレバーオフを自動で行われるようにしたいんだな。そこで役立つのがこちらレッドストーンコンタクトです。これはコンタクト同士が回転などでくっつくとレッドストーン信号を出力してくれるブロックになります。これをサトウキビ収穫機にくっつけます。こうすることでこんな感じにコンタクト同士がつながってレッドストーン出力がなされます。王道のプレートと木材、レッドストーンと落ちでレッドストーンリンクです。これはレッドストーン信号を無線で飛ばしてくれるアイテムになります。最後にもう一つ大切なものを作成、パワードラッチです。あれ？この動画レッドストーン講座だっけ？これは前から信号を受けると後ろに信号を送るものなのですが、一瞬の信号でも受け取れば持続的に信号を出し続けるアイテムになります。そして側面から信号を受けると、出力が止まります。まあこんな感じです。このレッドストーン無線機とパワードラッチを駆使して、こんなん作りました。まずはここから信号を送ると、ギアシフトが作動してシャフトの回転が反転、ピストンが伸びていきます。必要なところまで伸びきったら、レッドストーンコンタクトが作動、収穫機が戻っていきます。うむ、我ながら悪くないものを作ったのではないでしょうか。でもまだこの段階なんですけどね。あとは殿下の宝刀石臼ゾーンを作ってサトウキビを砂糖にしました。ということで、今回はここまで、次回に続くのか、また次回お会いしましょう。